展示会行った時にもうちょっと一目惚れしちゃって、黒とグリーンの2色の使い方なんですけど、これが惹かれて見えるんですよ。オールプラスのアウトですね。はい、はい、どうもバーセイドメンバーです。今日はですね、ユハのアイテムを紹介していきたい。前回僕たちやったじゃないですか。ここ貼っとくんですけど、僕と兄貴とボスと3人でユハ入ってきたものをいろいろ着たんですけど、その中でですね、リュウセさんが着てた、シャツとパンツがあったじゃないですか、はい、あれの、パンツをですねご紹介していこうかなと思います。ユハはですねパンツが非常にいいじゃないですか。かっこいいですよね。いや、かっこいいですよ。特にスラックス、ワイド系のスラックスを作らせたら、もう右に出るものはいねえんじゃねえかと。ぐらいも僕はユハのパンツ、ワイドパンツがすごく好きなので、ぜひですね、今日はですね、ユハっぽいスタイルと、そう、ユハっぽくなくてもですよ、いろんなスタイリングに合わせれるっていうことを、今日はスタイルを交えて紹介していきたいと思いますので、ぜひ、最後までご覧ください。このバースデーチャンネルはですね、福岡市中央区大名にあるセレクトショップバースデーの、チャンネルとなっております。毎日19時に、発信しておりまして、内容としてはですね、アイテム紹介、スタイル紹介、そして、シルバーアクセサリーの和感シルバースミスやトゥアデグジュエリー、香水のサノバ、e バイクのスーパーセブンティスリーとアルゴン、こちらをですね紹介しているチャンネルとなっております。でですね、普段紹介しているアイテムとかですね、今回紹介するアイテムもすべてこちらのですよ、オンラインストアの方からご購入いただけたりご覧いただけたりしますので、ぜひですね、気になる方は概要欄にあるリンクから、ご参考にされてみてください。それではですね、お待たせしました。まずはですよ、ユハのパンツですね。どんなものかと紹介していきたいと思います。はい、じゃあそれではですね、今日紹介するのはこちら、ユハのワイドパンツ、見てください。これですね、ユハが毎シーズン、ここ数シーズン定番で出してる、スラックスですね。で、こちらの素材をある程度いつも変えてくださっております。で、今回はですね、コットンと、ウールとウールをメインにコットンを少し織り交ぜた、とどみと張りのバランスが取れたこちら素材となっておりますね。これ見てください。動きがすでにもう出てるのが分かると思います。いやー、めちゃめちゃ分かりますね。で、これがですね、実際に履いた時の動きが非常にいいわけですよ。で、それを生かすパターンワークと素材感、非常にいいです。で、ですね、ここですね、覚えておいていただきたいのが、サイズ感はですね、内側に浮かしているのが2と3というサイズなんですが、いつもですね、ユハのパンツ結構大きかったじゃないですか。そうですね。ウエストもある程度緩さがありつつ、丈もかなり長いということがありましたので、今季からですね、若干サイジングが少し細くなっております。ウエスト周りだったり丈感とかは少し細くなっておりますので、皆さん、でもそれでもですね、若干丈を上げてた方とかもいらっしゃると思うので、そういうのはなくなったんじゃないかなとは思うので、そういうところも安心して今回ご購入いただいて大丈夫かと思います。そうですね、ユハのパンツはサイズが、物によって2、3、4ですもんね。そうですね、2は僕が作ってって言ったから作ってくれたっていうね。あ、いいですね。これちょっと何回も言っておきたいやつだね。いや、サイズね、欲しいっすねって言ったら作ってくれたの。自画自賛やないですか。俺だけはもう、俺だけは全国で。いや、そうですね、だからうちもしっかりということもありまして、2を入れております。はい。そうですね、結構僕ぐらいの身長の方は2で結構履けちゃいますので、全然 OK ですね。はい、試着はスタイリングはこちらの2を使っていきたいと思います。で、まずですね、先に金額の方をお伝えしていきましょう。金額がこちらになってます。おー、はい、いいですね。シーズンですに活躍できるパンツとしてこの値段なので、もう皆さん今の時期から気にせずガンガン秋冬までしっかり履いてください。じゃあそれではスタイリングの方、まずはユハっぽいスタイリング紹介していきます。どうですか。こちらユハのワイドパンツとウォッシャブルール、結構定番同士の合わせですね。いいじゃないですか、はい、で、今回新色のこちらグリーンを着用しております。かっこよくないですか。もうシンプルにタートルネックとワイドパンツ、かなりシンプルな合わせですけど、それだけでもよく見えるのがユハのスタイリングです。素晴らしい。かっこいいっすよね、もうこれ展示会行った時にもうちょっと一目惚れしちゃって、これだけでいいなと。来月9月10月あたりとかですね、さらっとこんだけでかっこよく見せる、そ
それがいいはずで、そしてパンツ見てください。動きがかなり出るんですよ。これわかりますか？あー、いいね。表情が豊かですね。こう実際こう歩いていくとですよ、こうやってこのとどみがあるのがすごくわかると思います。いいね。伝わってますかね？素晴らしい。この動きが、これがいいんですよ。ちなみにウエストはどんな感じで合わせてる？あ、ウエストこれ気になりますよね、うん、これですよ、実はこれ私でドンピシャで履けております。おー、このゆるさがないように見えるじゃないですか。ここちょっと見てもらってもいいですか？ここ、あ、パン、あ、ちょうどやなと思うじゃないですか。なんですけどウエストは実はゴムになってるので、なるほど、かなり実は伸びます。すごいね、フィット。あ、じゃあフィット感がね。そうです、そうです、あるですね。結構いろんな方もピタッとフィットできるんですよね。なるほど。なので、この動画を見てウエスト僕大丈夫かなっていう人もこれだけ伸びるので結構大丈夫です、意外と。これ実際、上のサイズ3を履いていただいてもある程度のフィット感はあるんですけど、ゴムでしっかりこう伸びると幅広い方にアジャスト可能なウエストのサイジングとなっております。で、丈感も前だと2でも僕結構ハイウエストで履かないとなんていうんですかね、ゾロビクというかこう引きずるような、うん、あ、そうです、ちょっと方言がゾロビクちょっとやってたんですけど、うん、サイズ2でちょうどいいぐらいですね。丈のお直しせずに履けるようなサイズ感でございますと。はい、じゃあちょっと1枚ですね、皆さん好きな羽織をちょっと羽織っていきたいと思います。なんか来た。どうですか？なんか来たじゃないでしょ。なんか来た、それおかしくないですか？リアクション間違ってますよ。はい。で、これ以前、過去のユハの紹介動画、過去のというか3人で紹介したときに、リュウセイさんが着てた合わせですよね。こちらシャツとパンツ。こっち出しとってください。はい、に、その時はスタンドカラーをこれ、立ててたんですけど、僕はあえて立てずに開けてきております。いいっすね。で、インナーのグリーンで色を足すと、もう黒とグリーンの2色の使い方なんですけど、これが洒落て見えるんですよ。で、今回ユハはだいたいいつもシーズンだと黒ともう1、2色色を足すじゃないですか。今回は結構グリーンだったり、ボルドーっていう色が多いので、ぜひ僕はグリーンの今回使い方を見せたんですけど、今後ですね、まあ、誰かがボルドーの使い方もぜひ見せてくれると思うんで、ご期待してください。じゃあですね、それではもう一つのちょっとユハっぽくないけどしっかり合っちゃうよっていうスタイリングもご紹介していきたいと思います。はい、じゃあ今回ですね、マインデニムと合わせております。マインデニムの超ド定番のデニムシャツですね、ブラックのデニムシャツです。再入荷してきました。こちらもですね、まあ今後紹介していくので、まあ、もしよかったら過去に僕が紹介している方はそっちも見てみてください。で、スタイル自体はこういうオールブラックの合わせでございます。いいっすね、かっこいいっすね。こうブラックではまた全然違う雰囲気になったと思いません？全然違うよ、うん、同じ、まあユハのブラックスタイルとマインデニムを合わせるだけでも全然違う見え方になるので、それでも、まあ、デニムとかっていうのはあんまり使わない素材ではあるじゃないですか、うん、それでもやはり相性はいいと、全然合わないことなく相性よく合わせていただけます。なので、まああんまりですね、この黒パンツとかはスタイルは気にせずに、いろんな、まあ、お持ちのアイテムと組み合わせるだけでかなりかっこよく見えるので、まあアメカジっぽいこういうマインデニムのスタイルだったりとか、まあもともと持ってる切れ目が多いですよっていう方とかはなおさら相性はいいです。ただですね、いろんな方に普段ワイドパンツとかもそんなに履かないんだけど、ちょっとたまには挑戦してみてもいいかなという方はですね、ぜひよかったらユハのワイドパンツから始めてみてください。ユハのワイドパンツはですね、結構ゆるさはあるんですけど、これ履いてみると非常に縦の線が綺麗に見える、時間がね、そうなんですよ、細く見えるっていうのが非常に特徴的でございます。そして今回のパンツは裏地はキプラがついておりますので、非常に履き心地もいいです。肌当たりがかなり気持ちいい、心地いいです。ついつい街中をこう歩きたくなっちゃうような、非常に心地いい履き心地もしておりますので、ぜひよかったら皆さんお試ししてみてください。今回紹介したアイテムはですね、すべてこちらのバーセルのオンラインストアの方に載っておりますので、ぜひよかったらご購入してみてください。サイズ感とか気になるのありましたら、インスタグラムや、オンラインストアのお問い合わせなので、ぜひぜひお気軽に聞いてみてください。それでは最後まで見ていただいた皆様、誠にありがとうございます。ぜひ次回の動画で店頭でお会いしましょう。ありがとうございました。